Head.背中の手の届かないところに張りかかるのもご視聴ありがとうございます。はい、今回本来は柏島の方へちょっと産卵期のグレを狙いに行きたかったんですが、なんせ高知県西南部すぐ海が荒れるんで、今回も船がちょっと出ないかもしれないということで急遽チヌ釣りに変更しました。で、今回来た場所が高知県の須崎深浦という場所にやってきました。で、今回はもちろんジェイと2人で遠足気分で楽しみたいと思います。はい、早速コマセとタックル紹介していきたいと思います。じゃあ今回もよろしくお願いします。ではJを訪ねてみたいと思います。どうもっす、おはようございます。Jです。今日も天気いいですね。今日は最高の天気ですね。はい、久々に一緒に遠足の、今日は遠足気分ですね。遠足です。楽しみましょう。楽しみましょう。ちょっとこうリラックスして、じゃあ早速ちょっと聞いていきたいと思うんですけど、まず何を聞く？そうですね、まずは竿を教えてもらいましょうかね。竿は0.6 0.6 の、臨海マスターチューン、マスターチューンですね。 0.65、うん、これでちょっと次の引きを楽しみます。結構この 0.65 面白いですよね。面白いよ、これ曲がる気ね、こう溜めてね、もう魚がかかったらね、最高ですよね。最高。どうやって持って、まあ、チヌはどうで貯めて釣れですもんね。で、次がコマセ。なんか
聞く話によると結構特殊なコマセ作ってるみたいなんですけど、今日は特殊に遠足気分でなんか職人みたいななんかコマセ作ってるって聞いたんですけど、ちょっとね、いろんなことをね、ニワトリの餌がなかったっけね今日はニワトリの餌入手不可能だった、入手不可能だった時ちょっとセメントまで、ね、セメントセメントまでで円筒用のコマセは、コマセちょっと見せてもらっていいです、どうぞ。これなんか朝少し話してたんですけど、これ麦スペシャルとチヌ煙幕でしょ、で、あと赤土と赤土砂で、これで今ちょっと硬化気味にあるんで、これでチヌの頭に落として、脳震盪を起こして、それを釣ると、脳震盪調法。朝ここへ上がった時にね、チヌが15匹40センチクラスが泳いでましたけどね、それ頭くらします、ぶちくらいちゃうんです逃げた脳震盪して浮いてきたところを釣ると。そうですね、脳震盪調法、これ新しいですね、新しい技でやってみたい、ちょっと僕も教えてもらうんで、はい、よし、じゃあ次浮きはこれ今何号です、これ今日はね、スタートは B からでスタートしたいと思います。でハリスはどれ、これ竿1本ぐらい取ってます、2キロぐらいですか、ちょっと、まあ、2号のナイフだから、ないナイフです。で針何号です、針が2号、2号、うん、まあ、今のところノーガンで、どうしようかな、まあ、スタートは、まあ、じわじわ入れて、まあ、これからまあその餌取りとかこの潮の状況を見て、まあ変化つけていくって感じですかね。まあ先ほど5枚は釣るって言ってたんで、まあ有言実行する男なんで頑張りましょう、はい、まあとりあえずあんまり脳震盪を刺さんように頑張ってください、まあ、4、5枚は脳震盪刺したい頑張りましょう、頑張りましょう。はい、次は私のタックルとコマセを紹介したいと思います。私はちょっと脳震盪を起こすまで重たくないんですけど、とりあえずチヌ天を2袋、そしてナンバーワンチヌ2を1袋と爆寄せチヌを1袋とオキアミ3キロを2角入れてます。まあそれでもまあそこそこ重たいんですけど、多分頭に当たっても内出血するぐらいですね。で今回使用する竿が、私は臨海スペシャル、私も 0.6 号を使っていきたいと思います。でリールはハイパーフォースの1700ですね。 J は臨海の1700を使っています。で道糸がこれが1.75 号かな、チヌ競技スペシャルだったような気がしますけど。で私も今回スタートの浮きが B です、国見工房の 23g B を使っていきたいと思います。でハリスがとりあえず 1.5 号を2キロ取って、真ん中に G5 一発打ってます。で針はチヌ針の1号です、1号を使用しております。見えるかな、はい、まあこんな感じで、で今満潮なんで、これからゆっくりいろんな仕掛けを試していきたいと思います。また釣れた時にどういった仕掛けで釣ったかもお伝えしていきたいと思います。
もうちょっとまだ浮力がちょっと強いにゃ。できたらこう張ってそれでもこうじわじわ入れていけるような仕掛けをイメージしてるんですけど、まだちょっと張り気味で、これでもまだ浮いてるんで、ちょっともうちょっとガンダムを追加してもええんじゃないかなと。ただね、まだこの朝のまずめで浮きが見えにくいのもあって調整しづらいです。潮も取ってるんで、こうこっち右から左へ入ってるんで、これ今この針を持ったままでじわじわ入れていきたいんですけど、います？どれどれ、マジで？ほら、青もん、青もんが来た。終了、帰りましょう。帰りません。これを、いや、これをかましょうが無理ですよ。先ほどちょっとジェイがサバゴ釣ったみたいなんですけど、これまずいね、まずい、まずいわ。もう少しやってみて、もうサバゴが結構釣れたり餌が全然残らなかったら、もう早々に場所を変えたいと思います。全然です。あの血のずれって大体どこもそうと思うんですけど、朝一からあんま釣れんですよね。ちょっとこう日が昇って8時9時で1枚あたりパラッと開って、今回おかしいね、仕掛けが間違ってますからね。おっさりおったね。セメント投げる気考えでしょ。ドボドボ寄ったじゃないですか、さっき。埋め立てシュースも。あら、それ、使っちゃんのコマさやないです。スカッチャンのコマ早かたまっちゅう。それ頭、チヌの頭いったらもう早かたまっちゅうでは。さあ、次のステージへ行きますか。ダメです、バッコトヨウスラ下手クソじゃ。ぷ、ほらの方行ってみます。こうやるか。はい、さあ網洗い場へやってきました。果たしてどうなることでしょう。はい、次のステージ網洗い場にやってきました。ちょっと風が出て釣り座的には
ょっと正面の風になるんですけど、先ほどの場所があまりにもちょっと釣れなかったんでこちらにやってきました。まあ今潮がちょっと引いて、だんだんこれからまだ引くんですけど、まあその潮に乗せて頑張ってみたいと思います。 J 頑張る、 JJJJ。これね、この臨海スペシャルと臨海マスターチューンのこの2つな、やっぱり映画は金やね。いや、そんなことないですよ。映画は金じゃ。僕のはこれ金やないですよ、これ木です。木木です。これを使いこなした時に初めて金になるんですけどね。僕は木ですね。これは？はい、まあ2投目ぐらいで、はい、やっちゃいました。大きさが多分まあ30センチぐらいです。まあ OK でしょう。いっ、場所変わって正解だったですね。結構両方ですか。あ、大丈夫、かわし、かわしましたね。え、チヌですよ。ヌーチーですね。両方です。大きい網でした？大きい網。オッケー。ちょっとカメラアピール頼みますよ。これはでかい。硬いですね。パンパンよ、ほら。硬いですね、これ。ほら。ちょっと、行きましょう。パンパン。J、やりましたね。サイズ、どうです ?40 しかない、わからん。これ、じゃあ、ちょっと、指で。はい。まあ、40は絶対こしてる。45ぐらい。46ぐらいあるわね。そんなもんやね。ちょっと、はいはい、では、J、ワンショットください。でっかいガウー。
オッケーです、おめでとうございます。ありがとうございます。硬い。どんな感じだったんです、そこ付近です。いながらも、棚がね、三広ぐらい。そこまではいかんじゃないと思うね。まあそこすれすれぐらい。しゃくってたんすか。もういながら浮きがシュン。シュン言うたす。ツン言うた。ツン言うたす。やっぱツンですよね。おめでとうございます。違うな、J は。どどん、はい、だって30やね。まあこれも30ぐらいかな。これも、はい、2匹目ありました。はい、とりあえずこれも30センチちょっと足らないぐらいですかね。まあ今日は釣れるだけよしとします。ぽいですね。どこだ、どこだ。はいはいはい。
りました。イエイ。上手でしょ。はい、この大きさです。上等ですよね、これ。多分サイズは45ぐらいです。ドゥン。お腹見てこれ。ポンポンポン。やりました。はい、さっきチヌ釣れたんですけど、一応仕掛けが B の浮きで、誘導部分がだいたい1メートル50ぐらい。で、ハリスは2キロ足らずぐらいで、で、針上50センチぐらいのところに G5 一発打って、あんまりこう、ふわふわさせない方がいいかなって思ってます。あんまりこう、こうならずに。ピタッと来てゆっくりこう口元へ持っていくイメージでやってみました。45センチぐらいです。やりました。はい、先ほどまで B でじわじわ入れてたんですけど、なんかこう微妙に潮が動いてるんで、それもう少し、その上もう少しこう早く入れて、そこでちょっと待ちたいという感じなんで、ちょっと変更して、木桜の黒玉アクセルトリプルゼロで、ちょっとそこで待つ感じで、なんかこう、コマセによってないって J が言ってたんで、もう、この塩へ乗せて、塩を釣ろうと思います。では、やってみたいと思います。とりあえず45のチヌをJと私が1匹ずつと、タイが30センチぐらいのやつが4枚です。まあとりあえず坊主ではないんですけど、もうちょっとチョークが欲しいですね。まあ今もお塩止まりぐらいなんで、Jこれからでしょ。これからバンバン行くでしょ。うん、行きましょう。これからバンバン、うまい。塩止まり今はそんな感じですね。これからと。すごくうまい。早い、そっからそこだけで。僕の方、塩が早いです、ここは。ここは早いです。ここ、正面行ってからが早いです、ここが。でも、こっちの手は早いんで、もうちょっと飛ばして、トリプルゼロでも入れて、そこ。よし。あんま太くないですね。いや、タイヤないですよ。タイか。タイヤ、タイ。よし。よしですよね。小さくてもタイ。
はい、今午後2時20分です。全然釣れんなったです。もう約1時間半ぐらい餌も残りっぱなしで全然ダメです。これは移動すべきか我慢すべきか。 J は今ここが辛抱の時間って言うてるんですけど、釣れんも、もう辛抱できん。 J 釣れんも。釣れる。まあ諦めたいかもね。辛抱だね。では辛抱して頑張るし。釣れる。やりましたね。有言実行じゃないですか。え？チヌやったです。チヌっぽかったです。悔しいね。悔しいですね。ここ一番欲しかったですね。切れた。張りないです。ない。そんなわけないでしょ。あれば曲がったフグだ。トラフグですよ。いや、どんまいです。どうか。頑張りましょう。もう一回かけてください。期待してます。どうか。ガンダムなし。そのままゆら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 落としていた。バーゴーで今のショックな気持ちを頑張るぞ。頑張ってください。どんまい。惜しかったね。 J が有言実行してくれたんですけど、惜しくもバラしてしまいました。まあ先ほど情報によるとネリーでかけたみたいなんで、私もこのアラグイブラウンでやってみたいと思います。イエロー持ってないですもん。そっちもこっちだけどアラグイやけど、ネリーでやってみたいと思います。行くぜ。お、メリエ、また見つけた。来た。来ましたね。よかった。また見つけたよ。よし、わかった。よし、わかった。おお。多くなりましたね。すげえすげえ。うん。うん。お城が。ネリエ情報。これ怖い。
寝れよ、大きめなやつやっぱ。あー結構でかいですね。これ呼んで10メーターやっぱ向こうへ。ちょっと巻いて引き戻りて、そう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 、そこまで、それで緩めで一回ジャインジャインで、それで巻きを周りでパラ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 と、OK、 これで糸を巻いて、糸どこ打ってる？巻いて巻いて、一個一個だよ。よしよしよし、それだ。それでこうベルをこいちょいて、あれがゆるたるんできたら、こっちのここでこう引いちゃったらいいよ。ああ。そのままの感じ。そのままの感じ。これだ、穂先がピュッ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 ピュになる。これだと待つ。あと待ち、待ち。やっと、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。かっちゃんのおかげや、これは。へい、やりました。お腹パンパンです。これもあ、ずーっと練りへ教えてもらってたんですけど、全然当たりを取ることができずに、やっとできました。両型です。これサイズがね、これ50あります。確実50センチあります。オッケー、どうもー。はい、今午後4時40分です。農館まであと20分なんですが、少し早めに片付けをしました。今日は J にいい勉強させてもらいました。普段僕はあまり練り餌を使わないんですけど、今日後半爆鳥モードに J が入って、しかもその餌が練り餌、私が普段使わない練り餌で爆鳥になって、どうもイメージが湧かない中、ちょっとご指導してもらいまして、50アップすることができました。ありがとうございます。あの50アップはすごかった、うん、それとこの釣りをしてる最中にツイッターでエールをくださいって
つぶやいたんですけど、そのエールが聞いたようです。来ましたか？誰から来ました？いや、みんなから、エールを釣れないんで、エールをくださいってつぶやいた。それはよかったね。それが聞きました、うん、ちょっと釣果はちょっと丘に戻ってからになるんですが、ちょっとこの今ここでちょっとスカリを見せたいなと思います。少々待ちを。これ見て見て、これやばいろ、これこれやばいね。これは丘に戻ってからが楽しみやね。楽しみだ、ジェイジェイ。では丘に戻りたいと思います。釣果まで少々お待ちを。丘に帰ってきました。では釣果を見てみたいと思います。はい、本日の釣果です。お腹パンパン。これ50アップですね。はい、チヌが6で、タイが3、6、9、9枚。チヌはでかいやつが、まあ50アップが2枚います。これ船長の言うた通りやったら釣れますよ。皆さん、もう船頭任せで、幕長間違いなし。幕長間違いなし。ひろとさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。これから多分忙しくなると思うんで。皆さん、ひろと丸最高。それ一番小さいサイズで、それです、はい、最高。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回はジェイと須崎市の深浦ひろと丸で釣りをしてみました。どうもありがとうございました。バイバイ。